まあやってもらうのは英語なんですけど、あ、な、うわ、はい、今日ちょっとね、物議を醸した大問があったので、第6問の B、 ネイティブは解けるのか。はい、理科で学びました。あ、なるほど。嘘でしょ、ね、これは失敗ですね。始めました、アマチュアチャンネル。さあ今回は、はいはい、さあ4度目ぐらい、はい、3度目ぐらいですね、はい、マリモさんがやってきました。で、共通テストを知らなかったマリモさんに、はい、はい、共通テストツイッターでさらされました。さらされたらみんななんかそんなわけないみたいな知らないわけないって。そう、そもそも何の科目をやればいいかって意味じゃないんですか。え、そういうふうに解釈。いや、そもそも共通テスト自体を知らないですからね。はい、そう、共通テストも知らないんでで、当然、まあ、やってもらうのは英語なんですけど、あ、な、うわ、はい、でもちろん国語もありますが、ここがボロボロだと思うので、確かに、はい、国語とか世界史、日本史とか、科学とか物理とか生物とかですね。それはダメですね、はい、ああいうのが。他にも、まあ、現代社会とか、ね、政治経済、あ、現代国語やりましたよ。現代国語、まあ、まあそうね、うん、評論、小説、うん、それができるかも見てみたいんですが、はい、まあ一番英語の、まあ英語リスニングはすごい余裕だと思うんで、いえいえ、英語のリーディングで最悪揉めたところがあったんで、あの文法とか出ないんで一切。逆にですか。ないです、はい、テスト一切出ませんので、読解だけなんで。うわー、めっちゃ苦手なんですよね。いやいやいや、トーフルの一番点数低かったんですよ。いや、まあトーフルのリーディングに比べるとめちゃくちゃ優しいんで。いやいやいや、はい、ただまあ一個ちょっとね、物議を醸した大問があったので、はい、6の B ですね、はい、第6問の B、 最後のとこなんですけど、そこがちょっとこの問題はどうなんじゃってなったんで、どうなんじゃ、うん、はい、解いてもらおうと思います。果たしてはい、はい、ネイティブは解けるのかっていうことでやってもらいたいと思います。はい、でこういう感じでこうなってますので、うん、問題はでスライドがあるか、これ多分たったの5問ですから。確かに。さあ解いてもらいましょう。皆さんがすごく苦戦した、これ。え、苦戦し、私も苦戦。まあ時間も計りましょう。やだー。はい、ではどれぐらいで解けるのかやってみましょう。スタートです。はい、真剣に。何の知識をこれ得てんの私終わった。なんか慎重にやりすぎた。16分30秒ぐらいですね、はい、どうでしたか感想としては。感想としては、まあなんか引っ掛けみたいなのはあるけど、うん、内容が興味深かったので集中できました。なるほど、気持ち悪いとか言いながら、気持ち悪い。これこの虫知らないですよね、こんな単語ね。知らない。日本語でなんて言うんですか、ね、これはクマムシって言います。へえー、クマムシも多分知らない。はい、でこの英語の方も知らない。はい、タワリクがいつでしたっけ、なんかそんな名前でしょうけど、はい、はい、まあこういう。え、クマムシ見たことあります。あるのかな。クマムシっていうお笑い芸人もいるんで、あ、なんで有名は有名なんですよ、クマムシって名前は。クマムシっていうお笑い芸人も知らないですね。はい、あったかいんだから知らない、ね、あ、知ってます、知ってます、知ってる、知ってる。そうそう、流行してた。そうそうそう、スープをあげるでしょ、うん、あのグループクマムシ。はい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 。さあ、じゃあ答え合わせしますか、行きましょうか。自信はありますか。まあ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 はい、じゃあネイティブの回答いきましょう。はい、問1、正解は4番です。イエーイ。はい、No.2 いきますが、答えは1号です。嘘でしょ。嘘じゃありません。1号です。あ、ほら、そうだね。そうの。確かに。え、めっちゃショックなんだけど。え、でもさ、はい、これって、はい、え、これ冬眠っていうか寝てる時じゃないですか。はい、この謎のタンっていう。え、そうそう、冬眠って私は捉えてるんですけど、はいはい、
え、冬眠の時にレディエーションのあれしましたっけ？しましたっけ？実験みたいな。実験はしてない。In the state of time, it were to survive in temperatures exceeding. exceeding. 待って、151までだ。までだったよね。Oh my god. それはそう。はい。でもこれちょっとおかしいと思います。でも。お、そうですか。はい、え、だってこのターンの時にレディエーションいけるかわかんないじゃないですか。なるほど。そういうふうに、どこに書いてましたっけ、レディエーションの話は。This means that for 10 days, survive X-rays and ultraviolet radiation 1000 times more intense than here on Earth. でもこの連れてった時は生きてたじゃないですか、この。はい。ああ、そういうことね。そう、トラディ。炭の状態になってたかは分からないじゃないかってことね。あ、そう。え、だから2は確かに間違ってるけど、うん、この high as って書いてあるから。でも5も違います。5も。正解です、はい、他は×ついてますね、うん、はい、ついてる。でもまあそうやって消去式で言ったらこうですね、確実に。そう、消去法でやるとってことです。はい。え、悲しい、めっちゃショックなんだけど。いやー、そんなところでやらかし、悲しい現実なんですが、ね、そうですね、確かにそう言われるとそこは あんま考えてもいなかったし、それもすぐにヘリクツはすぐ出てくるんですよ。はい、次はまあ簡単でしたね。この中で一番簡単だったのがまあ3ですね、うん、まあこれは、え、ちなみにこいつらの単語は知ってましたか？はい、理科で学びました。あ、なるほど、さすがネイティブはもう知ってたという。なんか読まなくても分かりますね、多分ね、そしたら。あ、そうですね、チューブってもうここしかないじゃないですか。そうチューブとか、しかもアバーブって言ってるから、はいはいはい、ここでやったら、はい、消してったらそうなります。ファリンクスとか習いました？あ、習いました。聞いたことある。普通に聞いたことある、うん、まあ、スタイルツは多分知らないですね、これは、ね、あ、それ、あの、あれでしょ。そう、これ習いました。いや、全然辞書に出てこないんで、やっぱクマムシのことは習ってないですよ、さすがに、うん、あとはね、このクマムシにこのエイナスっていう単語が出てきたっていうので、みんな、共通テストにそんな単語出す？え、でもこれちゃんとね、理科的な意味なんです。そうですよ、うんうん、そうですよ。なんかコメントにもエイナーは形容詞で、うん、エイナスは名詞だみたいな。うわ、そんなに考えないよ、みんな。日本では名詞として使われてるけど、みたいな、そういうなんかどうでもいい情報いっぱい来ましたけど、なんで3で合ってます。え、これ間違ってるかも。そして48番、ナンバー4ですね。これは自信ないですか？え、でもこれしかない。答えは4番。もうダメだわ。いや、え、これ何が違うんですか？ So without a doubt, これが分かんない。The toughest creatures, they can survive on the top of mountains at the bottom of the sea. ここもなってますよね。In the waters of hot spring, and they can also thrive on the moon. そう。は書いてないですね。Thrive on the moon が意味分かんなかったんですよ。Thrive は分かんない。分かんないんですよ、それ。Wow! Thrive が分かんなかったんですよ。繁殖するですよ。トフルでめちゃめちゃ大事なんで。あー！いっぱい出てるってことですか？そう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 。だってそもそもムーンで生き残ってるかどうかは分かんない。分かんない。あ、だからこれが分かってたら解けてたんだ。まあ最後がね、ちょっとね、マイトってついてるんでね、ずるいなっていう感じですね。推測問題ですよ。The remarkable creature might outlive the human species、うん、人間の種よりも長く生きるかもしれない。まあそうですね、かもしれない。っていうやつでした。え、5番もじゃあもう不安だった。だからこの4と5がすごい揉めたんですよ。だって書いてないじゃんみたいな。うんうんうん。え、これも書いてなかったけどね。確かに、はい、確かに単の状態だったかどうかはね、はい、なんでまあこれは文句が出るところであるんですけど、まあ英語はね変えてくんないんですよ、どうせ答え。まあ確かに。え、これ間違ってます？合ってます。あ、よかった。4番が正解です。はい、まあ、これがでも一番書いてないんで。それはそうだって。でももう×××だからもうこれしかないよね。なるほど、それ消去法でやるしかなかったと。別にオーサーそう、アテンションなんかどこにも書いてないじゃないですか。、うん、それはどうなんですか、ネイティブ感覚としてオーサーアテンションだなって思いますか？全然思わなかった。全然思わなかった。これね、やっぱりそうなんです、思わないですよ。だってなんかさらって書いてあっただけじゃないですか。落ちざピリ。あ、そうそうそう。え、別になんか、あ、みたいな感じ。そうそう、残念だなみたいな。そういうね、笑シーンみたいな。ピエンみたいな感じ。ピエン。でピエンってそんな深く考えてないんだからさ、それをアテンションまで、アトラクティアテンションまで言えるのか。え、だからこれ全部バツです。ですよね。上はだから答えがないって判断した最後の問題は、うん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 、これは答えなしだと思ったんですけど、だ4ってやった。これはやっぱり良くない問題です。確かに、はい、うん、だからでもこれほら、これ3つ123は事実的に×じゃないですか、うん、でも4は、まあ、推測的に言ったらもうこれしかないんじゃないですか、ね、なるほどね。最初が Can survive in space was never thought to be important European research sent a number of living、はい、って書いてあるってことはさ、まあ、何かしら興味があった、ね、興味があった。で、other creatures は持ってってないじゃん、うん、うん、そう、
で、そうですね、そこらも見つかってないで分かんないじゃん、生きてるか生きてないかも。3番はイスラエルじゃなくてヨーロピアンの方ですかね。あ、そうそう、確かに確かに、あ、確かに、うん、か仕方なし4番。そう、だから上はもう4は書いてないし、選べ貫きました。書いてない、まあだから2も書いてないけど、まあ他のクリーチャー食ってたから。あー、いや、めっちゃ深読みするじゃないですか、それ。まあでもそれがずっと生きてたなんてどこにも書いてないんで、だからまあ書いてないわっていうので無理、この問題は。確かに、うん、解けんっていう。え、でも私はこっちの方が気になりますけどね、これ。問い2ね、うん、はい、確かにそう言われれば単の状態でとは書いてないか、この状態単の状態だったんじゃないかという推測がされてる。で、単の話さ、ここで出てきてるのにさ、ここ違うパラグラフ、違うパラグラフだし、え、これは審議したいです。審議、はい、うん、やはりネイティブがみんなはなんでじゃあこれを選んだのって、うん、まあ、これはなるほどね、そういう風に、ね、これは失態ですね。あれ、これも間違ってたんですっけ。そう、2つ。あ、そうだ、これは私が確実なミス、トライブの意味が分かんなかったから。そう、なるほどね。こっちに関してはまあこれね、8ショートレッグスとかね、いやらしい。あーね、44だからね。そうそうそう、44で8だっていうのね、イメージしないと絶対分かんない、ね、イーチサイドって書いてあって、うんうん、なんかね、ひどい問題だなって思って。これだって隠してるってことでしょ。確かに、これ4本しかついてないもんね。そう、だからこれをさ、絵でわざわざ隠したんだよ。あ、そっか、断面図だからか。あー、確かにそうですね、切ってるから。切ってるから、これ私 X-ray かと思いました、普通に。切ってるから、だから半分しかこっちは映ってない。まあ、いやらしい問題だなと思って。あ、ブラインドをサイテッド。そう、サイテッドなんて単語知らないけど、うん、多分ブラインドで見えるってことですね。で、プラント・イーティング・クリーチャー・イーティング書いてありますね、うんうん。で、different types of feet じゃない。ね、そう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 、この鍵爪ってやつですね、うん、で、スパイダーっていう謎の単語が使われててっていうので、はい、ということでやって。え、でもこれめっちゃ面白かったです、この問題自体。内容としてはそうですね、まあ、トフル、ね、質問は腹立たしいけどは、何、腹立たしい、腹立たしい、腹立たしいと腹立たしいが混ざったみたいな、腹立たしいよはい、という感じで、まあやっぱり難しいということですね、はい、いや、難しくはないんじゃないですか。間違えたのに。そう、間違えたのに。これはダメですだ、ということで、はい、やっぱりネイティブスピーカーからも審議が出るっていう問題で、いや、まだ文自体はね、全然トフルよりはるかに簡単なんですよ、うんうん、めちゃめちゃ優しいんですけど、いや、そんなの言えるみたいな、難しいっすね、うん、そんなのおかしいでしょみたいな感じで作られてる問題でした。めちゃ楽しかった、久しぶりに頭使いました。はい、ということで、そうですね、うちのチャンネル出る時だけ頭使って、え、そう、本当にそう、人生で、はい、本当にそう逆にありがとうございます。はい、ということでした。ということで、これがネイティブの感想でございました。皆さんも頑張ってください、はい、もう終わってるから、頑張ったのか終わってるから残念、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。バイバイ、 Thank you、 バイバイはい、OK です、 OK です。腹立たしいわ普通に、何これ、腹立たしい。